斉藤寺斉藤寺6月26日から1951年6月2日は日本の内務官僚。警視総監、台湾総督府総務長官党歴任。貴族院議員。斉藤総吉の長男として長崎県に生まれ、斉藤倉義の養子となる。本席は千葉県。千葉中学を経て、1912年7月、第一高等学校を卒業。 同年8月、千葉県大滝中学教諭に就任するが、1914年8月に休職。同年9月、東京帝国大学法科大学に入学し、在学中の1916年10月に文官高等試験に合格。1917年7月、東京帝大法科大学法律学科を優等で卒業し、銀時計を授与された。 認証機関兼警察講習所教授。1930年、内務事務官地方局勤務、社会局所機関保健部監査課長、奈良、富山、埼玉、静岡各県知事歴任。1937年6月、警視総監に就任。1946年4月1日、貴族院議員を辞職。宗教は、日蓮宗。趣味は、短歌、俳句。 ゴルフ、漢方第5763号、昭和21年4月2日、ABE のサブロー監修、第10版大衆人事録差51ページより、漢方第2858号、付録、事例1922年2月14日、人事更新録、第10班上官差71、ありがとうございます。